今日はこれを撮りたいと思います。これ100発100中で撮れるんですよ僕。これね、あの回転してるとこでまっすぐ合わせるのが大事。あ、今いい。でこれ今まっすぐなるやん。なら、もうちょいかな、もう足りんな。まあ、行ってみるか。なんかこれドンキで3年ぐらい出てそうやな。はい、以上です。ということでですね、まあ長年愛用していたこのダイブレコードをさっきのね、ちょっとねこれね電源つけてみました。交換してみたいと思います。画質はねちょっとカメラでは分かりづらい。ちょっとテープも貼ってるしまだ、まあまあいいと思います。付け方なんですけど、なんか後ろにゴムがあってで、それで巻き込むみたいな感じなんで、ちょっと携帯置いていきまーす。映ってなかったらごめんなさーい。無理でーす。ミラ取ろか一回。無理でーす。最初につけろっていうのはあるよね。片方つけといて映ってんのが悪い。つけといてこれつけといてこう入れるっていうのもあるよね。ちょっとコンセント抜いていけるんかなこれで。あ、いけるやん、いけるやん。おむつまん、おむつまんいけるやん。でこっちはもう最悪や。どうやってやるんこれ。あかん、タバコ吸おう。あかん。つけました。映ってるかな。映ってたんこれ。見とった？このつけ方。負け戻しとかせえへんぞ。なしかこれでね、ミラーが固定されました。ちょっと軽自動車なんで。大きいかなっていうところはありますけど、はい。眩しいな、これ。なんで LED ライトやねん。ちなみにね、後ろも LED ライトです。眩しいな、お前。ちょっとこれで電源つけていきましょうか。おい、どこ行った？線どっか行った。あった。これですね。シュガーソケットです。あいにくこの車にシュガーソケット一つしかありませんので。よいしょ。ちょっと眩しいけど電気つけまーす。おい。でね。これね、上に刺すところがありました、先ほど。眩しいな。ね、ちょっと刺せないんで、一旦ミラー外していきまーす。つけることができましたんで、コードはちょっとスピーカーと一緒で上をはわしていって、とりあえず仮置きしとキーの、ごめんなさいね、ちょっとブレブレで。声だけ楽しんで、イケボ。はい、これでね、とりあえず完成です。どこ向いてんねんって話なんですけど。これ一応、まあまあ、テープ剥がそうかも。で、ライトつけましょうか。ほんで、見えますかね。手の方がいいか。ね、ミラーの左側にあんのかな。わからんな、これ。なやこれ。あ、
なるほど。なんか映らなかったら、このケツのミラーが当たっとったやな。ケツのミラーが、ケツのミラーがね、あの本当の純正のミラーがね、当たってました。それでこれの古いドライブレコーダーにね、抽選で1名様、メモリーカードなしでプレゼントいたします。コメント欄にね、バンバンコメント送ってください。別にチャンネル登録しなくても負けますんでね、これ。はーい、ちょっと待てよ、さっき火をつけたタバコはないぞ。燃えてるやん、火事や。